はい、動画撮ってましょう。やだー、顔映ってない。私これ怖いんだよね。え、なんで、大丈夫でしょ。調理師モードでやる。料理シェフモード。シェフモードでやると怖くてできます。やばい、ここが怖いところ。はい、切れない。多分切ってるところがおかしい。悪い。やばい。この辺やろう。そう、硬いんですよ。硬いのここだ。はい、ここ指示お願いします。ここに切るの。やー、 OK、 よし。あ、全部切れた。これもこれもこんなの硬いですよね。そう、うん、場所がね。大月さんの方はまあ、ぐらい。さっきでも茹でないの取ってみて言っちゃったんだけど。言ってました。味に頑張る。結構大事なこと、そういう友情って。これって多分ね、ここにこうやって入れとった方が、後でバラしやすいと思います。確かに。はい、OK。はい、OK です。はい、はい、お疲れ様でした。カニをこうバラすところを、じゃあ俺これ作ってよ。うん、お酢入れて。お酢どのぐらい入れるの。ちょこっとだけ。ちょこっとでいいと思う。カニをばらしてこう開いていくところ、動画に残せると楽しいかなって思うんで。うわー、はい、来ましたー。右にはちょろっとだけ、右にはちょろっとだけ。これはね、ガニって食べちゃいます。そうですね、カニみたいな。ガニですね。で、これでこれを食べましょうってことで、はい、じゃあその殻、これお酒入れてね飲むとうまいんだけど、お酒入れて、うん、それにそれをふわーってやって、はい、温めて、これはじゃあ飲むと、へー、お団子さんの分です。それでこれが美味しいです。はい、あ、女性だから大きいのね。俺はまあ小さくていいや。あ、で、ほうちきさんと金本さんも、金本さんここの場所代提供だから。金本さんもほうちきさん小さくていいよ。あ、そうだね。遅いだろ。はい、これは金本さんのところに行きます。はい、いいですか。はい、ありがとうございます。で、あとはちょっとこれみんなで適当に、はい、これをバリバリってやる。うん、バリバリっていきましょう。で、ハサミは、はい、特別ゲストっていうか、よし、特別ゲストのハサミちゃんですね。いいですか。やったー。次がハサミ、ハサミちゃん時間になってよかった。本当です。本当多分ね、ひょっとしたら、ね、まあ無理だろうけど、まあとりあえずダメ元で声かけてみようかなっていう感じで。あんまり他にあんまり僕声かけていなかったので。嬉しい、ありがとうございます。はい、来ました。OK ですね。はい、食べましょう。はい、いただきます。OK。